き放して琴結城、踏み止めて宝富士という両者の対戦。突き放して左が入れば宝富士ですが、回り込みながら宝富士逆襲、いいところを出ました。送り出し、宝富士の勝ち。宝富士6勝目です。琴結城は2勝6敗となりました。今日向正面は元小結旭豊の立浪親方です。立浪さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。琴結城の右なんですが、立ち合いのあたり固めていきましたかね。はい、元木が合わせます。押し相撲同士、さあ、ガガ丸の圧力、全く緩みません。叩きに落ちない。ガガ丸も推定チャレンジは、よく動いた。叩き全く落ちない。足も出ている千代の国、前に出ました。押し出し、千代の国の勝ち。すごい歓声です。左打ちもですね、今日も打った。何度も叩かれたんですが落ちませんでした。そして左から錦木は会議入幕5勝2敗です。落ち着け。大相撲の勝ちです。あと一歩というところだった錦木です。夏場所幕下15万円付け足しでした。一昨日から左のふくらはぎサポーターです。それだったら状態に勝ち、あっけなく勝負がつきました。3勝4敗、佐田の海。さあ、突き放していった。そして、右の上手、上手出し投げ、松鳳山の勝ち。途中から突っ張って、左四つ、右の上手を取るという展開になりました。左を刺して左四つになりました。さあ、圧力は徳勝利、回り込みでしのぐ、そこから呼び切り、徳勝利の勝ち。四つといえば左四つが得意、徳勝利です。高台は力の出る形、巻き替えるところを上手出し投げ。高野井は今場所の初白星。ようやく手にしました。志村が左の下手を取って下手投げで勝っています。志村左手をつけた、背中に入ろうという石が左の
の下手を取りました。それを切った。もう一度。簡単に刺させない。さあ、左を出して。出した。石浦の勝ち。していました。翔太郎が合わせます。勝って。さあ大山の使い出し、左の前回しを取りに行った。そのまま圧力押し出し、大野翔の勝ち。碧山中日に1敗です。これで現時点で幕内の勝ちっぱなしは横綱白鵬だけとなりました。しい。はるけよい。そうだ、今日は突き放していった。当てがいながら入りましたが、ここだけ逆転、大栄翔の勝ち。そんなの嘘だ、負けに逆転で。うまく栃王山が対応していたんですが、土俵際の逆転大栄翔です。陽道が合わせます。よついて。右の相四つ、左に動いて上手、栃ノ心十分の上手です。寄り切り、栃ノ心の勝ち。これは栃ノ心が考えていきました。相撲を取り続けるとまた復活してきますよ。勝ち上げ、左四つです。左の下手、両者力の出る四つです。高い身長です。巻き手を許しません。やり倒し、高安の勝ち。最後、右手を
捉えたということで。そうですね、はい、まあ体が違いますから、あの格好でも出れるんですけどね、はい、あれを欲を言えば下手が先じゃなくて上手が先に取れる立ち合いをすればもっと安定すると思うんですけどね。そこをまた逆にやられる場合もありますから、はい、どういくかというのがあります。ちょっと手を出して左に当たりました。突き放す、白鵬抱えました。白鵬勝ち越し。ここは横綱の貫禄。しかし宇良も精一杯。そうですね、これはもうまず中に入れたくない、はい、やっぱりちっちゃい人が嫌がる大きい相撲、この刺した時に右をかやなを返して相手の手を万歳させてますよね、うん、これがちっちゃい人はものすごい嫌なんです、はい、中に潜れませんから、はい、だからそこをやっぱり自分の部屋の修羅とかで稽古してるんでしょうね、うん、しかし一瞬足を取るという動きも宇良は見せました、うん、まあでも落ち着いてさばきましたね、これで次も大丈夫かと、横綱感じていると思いますし、はい、宇良はやっぱり強いと思っているかもしれませんからね、その辺のまた自分の気持ちの持ち方が変わってきます、はい、横綱もなんとかこう頭を上げさせようとここで強引にこう持ち上げて胸を合わせていきました。向正面の立浪親方にも伺いますが、立浪さん、さあ山路の当たりですが、輝きも足をこかけた、張り回し左出した、送り倒し、張馬富士の勝ち。しかし横綱を押し込む場面がありました。輝です。中に勝ち越しです。さあ今の一番ですが、これ押し込んでますからね、やっぱり相手が大きいからこのかぶさってくるような感じなんで、取りにくいのは取りにくいと思いますよ、白鵬も。最初下がりでここでようやく、そうですね、はい、まわしを取りにくればまだ対応することがあると思うんですけど、やっぱりついて押してきましたからね、最後は出し投げの決まり手ですが、ここでまわしを取ったというふうに縦道を取った、すぐ離しましたね、はい、いや輝きの前線はどのように、いやいい相撲ですよ、あそこまで横綱を苦しめたということは、はい、自分のこれから力になってくる。